3連休3日目、天気は曇り、小雪です。子供たちが綺麗に息を取ってくれましたので、今日は松の山温泉に行ってみようと思います。ヒューゴ。さあ、松の山温泉に向かいます。この目の前に見える大きな山を越えて向こう側ですね。これね、湯沢からその津南町の方に抜けるための今が峠に向かってるんですね。なので山を越えます。まあ、くれぐれも皆さん来られる際は運転、それからチェーン、その他装備などもねしっかりとして来てくださいね。どうぞご安全に。松の山温泉到着。これかわいいよ。ぼんやりとした明かり。無口な女はいないが、不愛想の親父が一人。不愛想なんかい。不良中年第15条。その第15条。不良中年は魅力ある男かもしれない。わははは。群れな目立ちたがり屋だ。よその綺麗なお姉さんにも優しい。今年もやってきました。もちろんここです。高菜湯。それじゃあ入ってみましょう。あれ、一番乗りもしかして。高菜湯の入湯料めっちゃ安い。これ入ります。うわ、すげえやべ。さあ来い、でかいの。うわ、来たとか。くれぐれも下を歩くときは気をつけてください。もう一丁。うわ、ここだ。三愛。うわー、どれも魅力的。レッツゴー。はい、すみません、お伺いします。カツ丼を一つ。チュン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 。カツ丼いただきます。でけえ。肉厚がやばい。美味しかった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 。三愛、おすすめはカツ丼。松の山温泉でした。お風呂最高、ご飯美味しい。天然パームファミリー超絶おすすめ。日本三大薬湯、松の山温泉です。特に腰痛持ちの人とか絶対入った方がいい。マジで腰楽になります。ここに来たら新子餅を食べてください。はい、ぜひ。おすすめです。俺こんなに自分の体に効く温泉初めて出たと思う。ナンバーワン、ナンバーワン。到着。わ、結構いる。はい、到着。美人の森。さて、ここは何ですかね。展望台になってますね。今私たちがいるところはこういうところ。キョロロで里山の自然。キョロロに入ります。中学生以下無料です。めっちゃ良心的。なんと雪で埋もれてしまったガラスの壁。はい、行ってみましょう。これはですね、実際の十日町市松の山の過去40年間の積雪を実際の棒でリアルな深さを表したところですね。そしてですね、これがですね、昨年度ものすごい雪が降らなかった。たった115センチ。ところがですよ皆さん、こちら2021年、令和3年この積雪量見てください。これやばい。過去10位以内に入る積雪量になってます。すでにこれ今1月の時点なんで、ここからさらに積雪していくので、もしかしたら記録更新する可能性があります。ちなみに一番降ったのは1984年、池さんが10歳の時ですね。559センチ。あんなに積もったらやばいね。まあその間にも実は
なりえりない？ 123センチという年がありました。忘れもしません、小説の年。2007年、142センチですね。今年は一体どこまで積もるんでしょう。シェイクダウン。これはすごいです。蝶だらけ。さて、展望台があるんです、ここ。ところがですね、階段だそうです。しかも真っ暗。登りましょう。頑張るぞ。さあ、たったわずか160段ですよ。登りきった。その先に見える景色はやばい。すごい。登った価値はある。美人林を一望。いや、結構な高さまで来ました。なんと入館したら100円でこれら貸してくれます。美人林スノーシュートレッキングツアーに行くことになりました。ガイドはスノーシュートレッキングガイド歴25年とちゃんです。美人林到着。いやー、美人な林、美人林だね。もっと雨いる。お。グレープとピーチとパイナップル。ただいま小鳥と森のデート中です。スノーシュートレッキング終了。なんとこれわずか100円でレンタル。お得。すごいいい経験できた。おすすめ。それではまた。バーイ。滑り台。